松井助。大町知事は展示の中止を申し入れた田村隆史名古屋市長に対し憲法違反という主張をしている。10億もの霊気を使い表現の自由を悪用し日本に悪意を持つ国のためにお金を落とした芸術祭、バレたら支離滅裂な祈りである。このような愚かな政治家ジャーナリスト携帯人は日本中にゴロゴロといる。この事件はほんの一部だ。恐ろしいことである。